乃木坂46といえば映像で見る機会が多いですが、実際に会ったことのあるファンからは実物の方が可愛すぎると言われています。顔の大きさが異次元すぎたり、映像以上に人柄の良さやコミュニケーション能力の高さでファンを魅了したメンバーがいました。さらには加入して1年ほどの5期生であるにもかかわらず、純粋そうな雰囲気や透明感が半端ないとファンを虜にしたメンバーもいました。今回は乃木坂46の中で映像よりも生の方が可愛すぎると言われている13人を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。久保しおり。3期生の久保しおりさんは生で会うとその美貌でファンを圧倒させてしまうメンバーです。32枚目シングル人は夢を二度見るで山下美月さんとダブルセンターを務めたことでより注目を集めている久保さんは、乃木坂の中でも特に肌が白くて綺麗だと言われています。過去の映像では布団よりも白く見えてしまうことや、肌が白い他のメンバーと並んでいた時に久保さんがダントツで白く、白すぎて青とまで言われたことがあります。映像で見るだけでも異常な肌の白さということがわかりますが、実物を見るともはや現実離れして見えるようです。久保さんを生で見たファンの感想で多いのはやはりとにかく肌が綺麗で白すぎるというものです。とにかく肌の美しさに魅了されている人が多くいます。あまりの肌の綺麗さに一般ではお目にかかれない、人間とは思えない、二次元キャラ並みに人間離れしていると一般人であればほとんど言われることがないような表現が連発されます。久保さんは白くて綺麗な肌を保つためによく水を飲むようにしたり、ヨーグルトを食べたりと、食生活はもちろん使用する化粧品にもこだわっているそうです。それほどの頑張りによってファンが驚くほどの肌が維持できているんです。写真や映像でも他のメンバーより肌の白さが目立ち、ファンをざわつかせることがあった久保さんですが、生で見るとその肌の白さにさらに圧倒されてしまうファンが多いということが分かりました。斉藤飛鳥。1期生の斉藤飛鳥さんは生で見ると異次元の可愛さに衝撃を受けるメンバーです。斉藤さんは顔が小さすぎることで冠番組でたびたびネタにされることが多くありました。バナナマンの日村さんと顔の大きさを比べた時にはあまりにも大きさが違いすぎてファンも衝撃を受けました。そんな斉藤さんを生で見ると一般人を褒める時にはあまり使われない表現が連発されます。斉藤さんを生で見たファンの異次元、国宝級という表現だけでもテレビで見るよりも何倍も可愛いということがわかります。ですがそれだけではなく、顔がどこにあるかわからなかったという謎の感想まで出てしまうのが斉藤さんです。そんな表現までされると実物の顔はどれだけ小さいのか気になるところです。具体的なものに例えているファンの方は、テレビで見る斉藤さんの顔の大きさがハンドボールくらいだとすると、実物は肉まんくらいの大きさだと言います。もし本当にそれくらいの印象を受けるのであれば、異次元、国宝級という表現が出てくるのも納得ですね。斉藤さんはその異次元レベルの可愛さで卒業後もファンを増やしていきそうです。遠藤さくら。4期生の遠藤さくらさんも生の方が可愛すぎるメンバーとして外せません。遠藤さんは身長が164センチと比較的高く、スタイルの良さが魅力なメンバーです。見た目だけでなく守ってあげたくなる可愛さも兼ね備えています。例えば冠番組で上手なコメントが言えずに遠藤さんが泣いた映像が放送されると、泣き顔が可愛すぎるという声がたくさんありました。どこか弱々しさのある遠藤さんに可愛さを感じるファンが多いようです。つい面倒を見たくなってしまう魅力は先輩の斉藤さんに可愛がられていたことからもわかります。そんな遠藤さんを生で見ると小動物のような可愛さに衝撃を受けるファンが多くいます。遠藤さんを見たファンは足が長くてスタイルがいいことに驚く一方で、小さいという感想が多く見られます。ファンの中には遠藤さんをハムスターと称える人もいました。専属モデルを務めるのんのでも、思わず守ってあげたくなるような儚い雰囲気と紹介されたことがあり、身長は低いわけではないのに小動物に例えられるのは遠藤さん独特の雰囲気が理由のようです。ファンの中には実物を見るととんでもない透明感と美少女感があふれかえってるという方もいるほど、オーラでもファンを引きつけています。柿遥香。
4期生の柿遥さんは生の可愛さとコミュニケーション能力の高さでファンを引きつけるメンバーです。兄弟曲のセンターを経験してきた柿さんは思ったことがそのまま表情に出てしまうことが多く、その素直な可愛らしさに多くのファンが惹かれています。冠番組では MC のバナナマンとの会話が噛み合わなかったり上手な返しができないことが多々あります。そういう時に少し困った表情を見る柿さんを見て、反応が可愛い、存在が可愛いなど内面への好感を持つ方が多くいます。その素直さは生で会った時にもファンに好印象を与えています。握手会で柿さんに会うと対応が良かったという方や、会話のキャッチボールができたという方など、人柄の良さやコミュニケーション能力の高さを感じるファンが多くいます。柿さんはメンバーからも人柄を褒められることが多く、同期の遠藤さんからもタッキーは人の話を聞いてくれると称賛されたこともあります。直接会うとその魅力がさらに強調されるようです。性格の魅力だけではなく見た目の可愛さも生で会うことでより強調されます。柿さんは身長が166センチと比較的高いのですが、映像ではあまりスタイルの良さを感じていなかったファンも実物を見てみるとスタイルの良さに気づくようです。ただ写真ではそのスタイルの良さや可愛さが伝わらないようで、生で柿さんを見たファンは写真写りが悪いと嘆くほどです。乃木坂加入初期から握手会での対応の良さを褒められた柿さんは、握手会が復活したらさらにファンが増えてしまうかもしれません。梅澤美波。キャプテンを務める3期生の梅澤美波さんも映像での印象と生の印象が変わるメンバーです。スタイルの良さを生かしてファッション誌の専属モデルとしても活躍する梅澤さんは、身長が170センチで現在の乃木坂で一番の高身長です。冠番組では高身長で細いことからバナナマンさんにごぼうをといじられることもあります。ですが実際に梅澤さんを見たファンはスタイルの良さ以外の感想を持つ人も多くいます。生の梅澤さんに対してはかっこいい、美人、顔が小さいという感想が多くあり、身長に関してはそこまで大きく見えなかったというファンもいたほどです。かっこいいという感想はスタイルが良くて大人っぽい梅澤さんだからこそ出てくる褒め言葉で、他のメンバーではあまり聞かない感想です。一方でいつもは綺麗というイメージが強い梅澤さんですが、投げキッスをされたファンは可愛いという感想を抱いていました。モデルデビューをした際、梅澤さんは可愛さと大人っぽさが同居する空気感は唯一無二の存在と紹介されていました。ファンも綺麗さ、かっこよさ、可愛さ、大人っぽさなどいろいろな梅澤さんの魅力を感じているようです。梅澤さんを生で見たファンたちがさらに魅了されてしまうのはこの多面的な魅力が理由のようです。伊沖真央。5期生の伊沖真央さんは握手会の経験がないにもかかわらず、生の方が可愛いと名前が挙がったメンバーの一人です。デビュー当時、伊沖さんの紹介動画を見たファンは笑顔に好印象を持った方が多く、優しい笑顔、柔らかい笑顔、笑顔に癒されるなど笑顔を褒めるコメントが多くありました。それ以外にも純粋そうな雰囲気や透明感が半端ないという意見があり、デビュー時からファンに大きく期待されていました。166センチという高身長と顔の小ささで、雑誌のグラビアに登場するたびスタイルが良すぎるとファンから声が上がる伊沖さんは、実際に会うとより可愛さが際立っています。伊沖さんを生で見たファンからはスタイルが良すぎるという声をよく聞きます。乃木坂5期の冠番組新乃木坂スター誕生でも、幼少期の伊沖さんが木登りをしている姿が公開されると、他のメンバーたちからスタイルがいいという声が上がるという場面がありました。幼少期からスタイルが良かった伊沖さんは実際に見るとさらによく見えるようです。さらに伊沖さんの雰囲気は美少女、透明感があるという声も上がっています。17歳という若さや優しい笑顔が印象的な伊沖さんは、生で会うと肌の白さも相まって美少女感や透明感が強まった印象になるのだと考えられます。まだ加入して1年ほどの5期生でもあるにもかかわらず、ファンを虜にしてしまう伊沖さんはライブのたびにファンを増やしていそうです。清宮玲。4期生の清宮玲さんは、生で見ると見た目だけでなく対応の良さも際立つメンバーです。いつもニコニコと無邪気な笑顔に目がいってしまう清宮さんは、遠藤さくらさんと共演した
テーマパークの CM でもあどけない笑顔で話題に上がりました。セイミヤさんはデビュー当時から一部のファンに子役上がりかと思うくらいの完成度と言われるほどの可愛さでした。最近では女優の浜辺美波さんに似ていると言われることが多く、大人っぽさが増してきたとファンの間で評判です。そんなセイミヤさんは実際に会うと見た目以外の部分でもファンの印象に強く残ることが多いです。セイミヤさんを生で見たファンは映像よりも可愛いという感想を持つ人がいます。ですがセイミヤさんの場合は可愛さだけでなく、キラキラしてる、笑顔が素敵という単に見た目だけではなく、雰囲気やオーラ、振る舞いが印象に残っているという声もあります。セイミヤさんは初めて映画に出演した際、共演した監督や俳優から笑顔が素敵で現場が和むと褒められることの笑顔の持ち主です。その笑顔が直接自分に向けられてしまったら、映像以上の衝撃を受けてしまうのもわかります。それ以外にも握手が上手という感想や頭の回転が速そうという感想もありました。セミヤさんは帰国子女ということもあり、 YouTube チャンネル乃木坂配信中で Ray English という英語で話す企画も担当しています。そういった普段の活動からも頭がいいということは分かってはいるものの、実際に会って発言や挙動からそれを察してしまうほどに対応がいいということでしょう。セイミヤさんに生で会うと、見た目だけではなく笑顔やオーラ、対応の良さでさらに魅了されるファンが続出しているということが分かりました。秋元真夏。1期生で卒業メンバーである秋元真夏さんは、映像と生で大きなギャップのあるメンバーです。秋元さんはあざと可愛い仕草で冠番組を盛り上げる一方、一時期はほうれい線が目立ち、映像を見たファンからは顔が老けていると言われることもありました。また冠番組で頭が大きいといじられることが多くあり、頭が大きすぎてヘルメットが入らない状況をよくネタにされていました。卒業する際にはバナナマンの2人から秋元さんの頭が入る大きさのヘルメットをもらったほどです。ですが実物を見ると老けている、頭が大きいという印象は全くありません。秋元さんに生で会ったファンは頭だけでなく全体的に小さいという感想を持つファンが多くいます。秋元さんは身長が154センチと低いメンバーなので、本当に頭が大きければ実際に会うと目立ちそうです。ですが頭が大きいという感想はほとんど見かけず、むしろ小さくてびっくりしたという感想が圧倒的に多いです。それ以外にも生で見る笑顔の可愛さや目が大きくて可愛いと褒めるファンもいます。やはりアイドルとしてデビューしているだけあって、本物は衝撃的な可愛さということですね。岩本蓮加。3期生の岩本蓮加さんは生で見るからこそわかる可愛さでファンを魅了するメンバーです。12歳という若さで乃木坂に加入し、当初は元気で甘えん坊の末っ子という印象が強かった岩本さんは、最近は可愛さだけではなく大人っぽさも増してきました。この色気でまだ10代という事実に驚くファンが多くいます。また岩本さんは大きな口を開けて豪快に笑う姿が印象的です。冠番組では岩本さんが笑っている姿がよくカメラに抜かれています。その姿がファンに発見されるたび、笑いすぎてるの可愛すぎとよく言われています。飾らない素の笑顔でいつもファンに元気を与えてくれる存在です。そんな岩本さんを生で見ると、見た目のインパクトはもちろんですが、動きの可愛さが印象に残ります。岩本さんの握手会に行くと、要求していない時でもあざとくて可愛い仕草をしてくれます。例えばファンが何かを質問した時には、答えを考えながら人差し指を顎につけて小首をかしげる姿を自然とやってしまいます。過去に乃木坂スキッズでぶりっ子キャラを演じた時には、メンバーの柿はるかさんも素で驚いてしまうほどの破壊力でした。ファンからの反響もすごく、放送後のショールーム配信ではファンからもう一度やってという声が続出するほどでした。岩本さんのそういった可愛い仕草を直で見るとかなりの衝撃です。またあまりにも目が大きくて顔の半分ぐらいが目ん玉と感想を漏らすファンもいました。あざと可愛い仕草でファンを魅了する岩本さんは刺激が強すぎて、生で見るには逆に危険かもしれません。柴田優奈。4期生の柴田優奈さんは生で見ると印象が変わるメンバーの一人です。
柴田さんは冠番組に出演するときにはあまり積極的に発言をする方ではなく、静かに可愛らしく座っている印象が強いメンバーです。冠番組で先輩の秋元さんをいじる発言をしてしまったとき、おとなしそうに見えたのに先輩をいじるなんてすごいというファンがいたことからも、映像を見る限りではおとなしいイメージを持たれているということがわかります。実際の柴田さんはその印象を大きく覆してファンを獲得しています。例えばライブでは自分の名前が書かれたタオルを見つけるとすぐさまファンサービスをしてくれます。タオルもたまたま見つけるわけではなく、常に客席をしっかり見た上で発見してるんです。こうしたファンへの対応の良さは、過去に行われた握手会でも多くのファンが感じました。心を開いて接してくれる柴田さんに、友達や恋人のような近さを感じるファンも少なくありません。柴田さんはもともとファンサービスが手厚く、乃木坂モバイルメールでは1日に 4.37 通もメールを送るという乃木坂でトップレベルの送信数を記録した年もあります。直接会うとそのファンサービスを直で浴びることになるので、ファンが増えるのもうなずけます。ファンとの物理的な距離があるライブでもファンを魅了してしまう柴田さんは、生で見た方が魅力を発揮できるメンバーと考えていいかもしれません。林瑠奈さんは映像よりも生の方が綺麗という声が多いメンバーです。林さんをデビュー当時から見ているファンは、4期の中で一番垢抜けたのではないかという方もいます。顔の輪郭が当時と比べても引き締まっているという声や、大人っぽくなったという声など、垢抜けたという印象を多くのファンが感じています。さらに2022年8月にショートカットにしたことで、目が大きくメリハリのある綺麗な顔がさらに際立ち再注目されました。このヘアスタイルはメンバーからも評判が良く、同期の柿さんは髪を切ってきた時にめっちゃ似合ってると連発してしまうほどでした。そんな林さんに会うと、可愛いよりも綺麗、美人、イケメンと発言するファンが多くいます。もともと林さんは目が大きく、鼻もスラッと高いので、メリハリのある綺麗な顔です。実際に会うと、その美しさがより際立って見えるのです。イケメンという感想は、ショートカットにした後によく聞くようになりました。髪を切ったことにより、新しい層のファンも獲得しているのかもしれません。向井葉月。3期生の向井葉月さんは、生で会うとイメージが大きく変わるメンバーの一人です。冠番組に出演するたび爪痕を残そうと奮闘している姿が印象的な向井さんは、映像での明るく元気な頑張り屋さんという印象は生で会うと大きく変わるようです。向井さんを生で見たファンの声で多かったのは、顔が小さい、繊細さを感じる、細いなど、映像や写真ではあまり感じない印象が多いです。中には乃木坂メンバー内でも顔の小ささに定評がある斉藤飛鳥さんより顔が小さいという方もいるほどです。実は向井さんは身長が152センチで、現在の乃木坂では一番の低身長メンバーです。映像では元気で明るい姿を見ているからこそ、実際に会ってみるとその小ささが際立ち、小さい、繊細という印象になるのかもしれませんね。向井さんは過去に冠番組で楽屋でのすっぴん姿がおばさん、ブサイクといじられていたこともあるので、その印象が強く残っているファンは余計に驚いたようです。また映像の印象がさらに際立って見えるというファンもいます。握手会で向井さんと会ったファンの感想では、フレンドリーで元気、素直でいい子という対応の良さについてのコメントも多く見られました。対応の良さについては、映像で見るイメージ通りではあるものの、実際に会ってもイメージが変わらないと安心感があります。実物の向井さんには映像とまた違う魅力があり、これからも生で見たファンを魅了していくことでしょう。北川由里。4期生の北川由里さんは、生の方が可愛いメンバーとして名前が多く上がるメンバーです。冠番組での発言や挙動から、どこか不思議な印象が強い北川さんは、大きいクリッとした目が印象的ですが、加入当初は顔がおばさんっぽいというファンが多くいました。ですが実物を見ると、あまりに整った美貌に映像とのギャップで驚くファンが多くいます。北川さんを見たファンの声として印象的なのは、北川よりは顔がおばさんっぽいとか思っていたけど僕が間違ってました、実物めちゃくちゃ可愛かったですというコメントです。写真や映像で見ていた時点では北川さんを可愛いと思っていなかったファンも、実物を見ると可愛いという感想に変わってしまうということですね。
中にはその可愛さに時が止まったというほどのファンもいます。またふんわりとした印象の強い北川さんですが、生で会うと仕草や雰囲気から大人っぽい女性と感じるファンが多くいます。もともと推しであるファンでも生で会うと新しい魅力が発見できるということですね。ここまで映像とのギャップがあると、生で北川さんを見てファンになった方も多いかもしれません。乃木坂メンバーを生で見たファンの感想を見ていると、映像や写真で見るよりも何倍も可愛いと表現しているファンがたくさんいました。見た目だけではなく、人柄の良さやオーラ、雰囲気で魅了するメンバーも多くいました。推しメンを生で見たことがないファンは、一度は生で会ってみるといいかもしれません。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。